So backing offense. Ball on 32. Second down 9.セカンドダウン、ファーストダウンまで残り9ヤード。パスインコンプリート。ターゲット32。パスコントロールミス、パスインコンプリート。サーダン。ソーバイキングサーダン。So Vikings on 32 yards. Third down 9. Leroy Horto, nice defense.プレイセレクトランプレーでしたが、これをエールズディフェンス陣殺到、2番がそのまま相手陣割り込んでしまいまして、約3ヤードロスを奪っています。4ヤードのロス。ソウルバイキングスフォースダウン。ソウルバイキングスフォースダウン13。タントフォーメーションエールズリターン。右オープン展開しましたリターナー8番ハーフウェイ付近でボールで落とし、この位置から攻撃権を得ます。果敢にリターンしましたのはエールズ8番の渡辺、広島大学出身。リードフォートエールズリターナー8番渡辺選手がキャッチ、15ヤードリターン。敵陣に入りまして敵陣48ヤードで変わりまして、リードフォートエールズの攻撃と変わります。エールズ相手陣48ヤードからファーストダウン10。バイキングスナイスディフェンス。ランニバック34番ハンドオフを受けまして左オープン展開しましたが、これをバイキングスディフェンス陣が殺到。ナンバー24ロスタックル。ただいまのプレーによりまして9ヤードロス。リードフォートウェイズセカンドダウン。ソーバイキングス21リュージェボン。ファーストダウンまで残り19ヤード。エールズセカンドダウン19。パス成功。パス成功。クォーターバック4番、ここでワイドレシーバー17番を投入。17番これをキャッチしまして約10ヤード以上のゲインを奪っております。リードフォートエールズワイドレシーバー11番井原選手のパスが成功。17番丸山でした。京都工芸繊維大学出身。12ヤードのゲイン。リードフォートエールズサードダウン、ファーストダウンまで残り7ヤード。エールズサードダウン7。ボールオン相手陣45ヤード。パス成功。しかしバイキングスナイスディフェンス。ワイドレシーバー17番にパスを通し、そこからキャッチアンドラン送らせましたが、これをソーバイキングス29ナイスタック。リードヘテールズフォースダウン。テールズフォースダウンとなります。ナイスタック is Vikings
29 Kim Jin Ho. It is fourth down two. Play を選択します。 Fourth down gamble.スナップです。ここで攻守交代、結果的にこれでプレー終了となりました。4回目の攻撃失敗ですので攻守交代となります。攻撃権変わりまして、ソーバイキングスオフェンス、フォースダウンでしたのでこの時点でボールデッドとなり、ソーバイキングス先陣248ヤード付近へのファーストダウン。So Vikings, opportunity, apartment, 48, first down 10. Pass incomplete. 何か反則が発生したもよう。アメリカンフットボールでは反則が発生しますと審判団よりファールマーカーが投じられます。パスインターフェアランス、ディフェンス、リーダーヘボーツ、エールズ、ナンバー3、ペナルティーは15ヤード、ソウルバッキンス、オートマチックスタート。トレーナーの反則は守備側、ディフェンスペナルティー、パスインターフェアランス、パスインターフェアランスの反則。ボールが宙に浮いている間に相手選手に接触妨害をしました。反則は開始点より15ヤードの罰則、15ヤードペナルティー。パスキャッチを妨害したという反則です。ソウルバイキングス、オートマチックファースト。プレビアスポットより15ヤードの前進。ソウルバイキングス、ソウルバイキングス、敵陣33ヤード付近へのファーストダウン。33、ファーストダウン10。QB サック、クォーターバック戦パスフォーメーション、バッターズナンバー9 QB サック、クォーターバック7番がパスを投じようとしたところ、エールズ9番が殺到しまして、 QB サックパスを投じる前に仕留めました。約7ヤードロスを奪っています。見事 QB サックしましたのはエールズ9番の梅本、近畿大学出身。7ヤードのロス、セカンドダウン、ファーストダウンまで残り17ヤード。ソウバイキングス、アパートメント40、セカンドダウン70。キュービーサーク、リードホテールズ、バイキングスパスフォーメーション、バッター選手のエールズディフェンス陣が殺到しまして、キュービーサック、さらにロスを奪いました。でも大きくロスしております。ソウルバイキングスサードダウン、新たなファーストダウンまで残り、エールズ77番の前田のキュービーサックでした。ソウルバイキングスアパートメント44、サードダウン21。クォーターバックドロー、バック。クォーターバック7番。エールズディフェンス陣が対応しまして、ノーゲインとしました。中央をつきましたが、ソーバーキングスポースター。ノーゲイン。レフリーホイッスル、レフリーホイッスル。ウォータータイムアウトを取ります。ウォーターブレイク、ここでウォーターブレイクが入ります。さあ、この国際交流戦も残り時間5分という状況になりました。双方ともに現在も白熱した攻防になっておりますが、バイキングス反撃に至らんとするも、しかしその要所をエールズに封じられており、厳しい状況まだ打開には至っておりません。エールズはこのままこの試合を優位なまま終わらせる形を狙っております。さあ、どちらの思惑が実るでしょうか。残り5分間の攻防に注目しましょう。
MVP で MIP 誰か。タッチダウン上げた方と誰かな。バイキングスはランニングワークの37番か20、どっちかでしょうね。23番。34番ですか。さあ、試合再開となります。ゲームリスタート。ソウルバイキングス、アパートメント44、フォースダウン21。ギャンブル。パスインコンプリート。プレセクトパスターゲット93。パスインコンプリート。オフェンスチェンジ、攻守交代。リードエフォートエルズの攻撃に変わります。リードエフォートエルズの攻撃へと変わります。リードエフォートエルズ、自陣44ヤードよりファーストダウン。さあ、バイキングスの攻撃をしのぎました。エールズの攻撃に変わります。リードエフォートエールズ、自陣44ヤードからファーストダウン10。パス成功、ピッケーファーストダウン。クォーターバック4番、プレッシャーをかいくぐって右にスプリントアウト。そこからランニングして、ランニングパスを投じました。ターゲット87番、これを見事にキャッチしました。大きく前進。リードエフォートエルズファーストダウン。失礼いたしました。25ヤード付近ファーストダウン。エルズ一気に大きく前進しました。攻撃権、さらに得点のチャンスを狙わんとしています。このパスを取りましたワイドレシーバー87番が福山、近畿大学出身のルーキーです。エールズ相手陣25ヤードからファーストダウン10。バイキングスナイスディフェンス。ここでエールズはランプレーを投入しようとしましたが、ここでバイキングス74番が見事なチャージをかけまして約9ヤードロスを割っています。高本選手左オペ展開。ナイスプレー、バイキングス74、10ヤードのロス。パク・ジェヒョン、リードホテルズセカンドダウン。ヘルズ相手陣34ヤードからセカンドダウン19、セカンドダウン19。パスインコンプリート、パス不成功です。クォーターバック4番、プレッシャーをかいくぐって右にロールアウトしてパスを投じましたが、このパスコントロール定まらず、パス不成功となっています。ダウン1つ失ってサードダウンの攻撃に入ります。リードヘッドエールズサードダウン。エールズサードダウン19、ボールオン相手陣34ヤード。エールズオパートネント34、サードダウン90。パス成功。さあプレッシャー来る中、ワイドレシーバー87番にクォーターバック4番、パスを投じしましたが、わずかに攻撃権更新至っておりません。フォースダウンとなります。リードヘッドエールズワイドレシーバー87番は福山でした。成功です。クォーターバック4番信弘、しかし厳しい中見事にパスを通しております。残り3ヤードエールズフォースダウン3、ボールオン相手陣18ヤードフォースダウンギャンブル。インターセプト、インターセプト、攻守交代。ここで展開しましたのはパスプレー、しかしこの時プレッシャーからレシーバーパスを
弾きました。その浮いたボールを取りましたのはソウルバイキングス。従いまして攻守交代となります。コースやりかわりソウルバイキングス自陣12ヤード付近よりファーストダウン。ソウルバイキングス押されておりましたが、ここはなんとか食い止めまして攻撃権確保になっております。2分19秒さあ試合時間残り2分19秒からソウルバイキングスの攻撃となります。ボールオン12ソウルバイキングスファーストダウン10。パスコンプリート。しかしエールズナイスタックル。セカンドダウンターゲット93ゲインノーゲイン。ソーリーパスインコンプリート。パスインコンプリート。ソウルバイキングセカンドダウン10。パスコンプリート。パス成功。ナイスゲイファッサー。パスプレーターゲット80キム。キャッチアンドファスター。非常に厳しいカバーの中80番キャッチしまして攻撃権更新です。43ヤード付近よりファースター。ソウルバイキングス80キム・ウヒョン。キム・ウヒョン。ソウルバイキングスファースターアンテン。プレーセクトランプレーキャリア24インサイドラン2ヤードゲイン。クロックドライブ。クロックドライブ。ソウルバイキングスランプレーによりまして2ヤードのゲイン。ナンバー24ジョー・インソック。試合終了まで1分を切ろうとしています。パスコンプリート。パス成功。ナイスゲーファースター。ファースター。ソウルバイキングスワイドレシーバー80番キム・ウヒョン。キム・ウヒョン選手へのパスが成功。クロックサット。クロックサット。44ヤードでファーストダウン。ソウルバイキングスアパートメント44ファーストダウン10。レフリーホイッスル。チームタイムアウト。ソウルバッキング後半1回目ここでソウルバッキングセーフトタイムアウト。後半1回目のチームタイムアウトの要求です。アメリカここで後半1回のタイムアウトをソウルバイキング取りました。試合時間は残り27秒で止まっております。1回目のチームタイムアウト。試合終了まで残り27秒。ただいまでの得点はリーベホートエイリズ13点、ソウルバイキングスは0点です。ゲームクロックの修正をお願いします。残り32秒にリセットしてください。時計の変更が入ります。試合時間残り32秒に停止されます。はい、ありがとうございます。ゲームクロックの修正によりましてゲームラストタイム試合終了まで残り32秒。残り32秒です。
Game start. Soul Vikings の新タイムアウトが飛びまして、Vikings first down. スナップから掲示されます。Time limit 3-2.Pass incomplete. Pass incomplete. Clock stop. 2-9. Soul Vikings second down. Ball on apartment 44. Soul Vikings second down 10.インコンプリート。ターンオーバー。攻守交代。チェンジリードエフォート。インターセプトナンバーゼロ。ダッチダウンを狙うパスを通しましたがインターセプト。攻守交代。ソウバイキングスの選択したプレーはパスプレー。しかしそれを取りましたのはリードエフォートエールズ0番。インターセプトにより攻守交代です。ターンオーバー。見事インターセプトしましたのはリードエフォートエールズ0番の田川、近畿大学出身のルーキーです。講師が入れ替わりましてリードエフォートエールズ自陣30ヤードでファーストダウン。リードエフォートエールズ自陣30ヤードからファーストダウン10。オプションプレーでランニングクイーンとピッチをしまして右オープンをつかせましたが、これはバイキングス5番がタックルしまして、原因はほとんど2ヤードロスとなっています。バイキングスナンバーファイブキム・ソンハ、試合終了です。ここで試合時間がなくなりました。 NFL 日本社会人アメリカンフットボール協会主催 WBP グループプレゼンツ、試合終了となりまして、リードエフォートエルズ13点、ソウルバイキングス0点、エルズ13点、バイキングス0。リードエフォートエルズが勝利しました。ウィナーイズリードエフォートエルズ。長時間にわたり熱い中、リードエフォートエルズの勝利となりました。両チームの選手に温かい拍手をお願いいたします。しかし双方とも素晴らしい戦いでした。ナイスゲームでした。しかし見劣らない投手を見せてもらいました。ナイスファイトでした。勝利しました。リードエフォートエルズナイスファイト、ナイスゲームでした。この秋 X2 昇格を向けてこの若き選手たちが再びそのシーズンに挑みます。この秋にもぜひ注目したいと思います。表彰式を行います。そしてこのインターナショナルフレンドリーマッチの表彰式が行われます。
サイドラインへ整列してください。그럼지금부터시상식을실시하겠습니다양팀의선수여러분은사이드라인에줄을서주세요本日のWBP グループプレゼンツ日韓親善試合勝利チームへトロフィーが授与されます。勝利チームのキャプテンは中央へお進みください。これより表彰式が行われます。本日の WBP グループプレゼンツ日韓親善試合勝利チームへのトロフィーが授与されます。勝利チームのキャプテンは中央へお進みください。まず勝利チームへの勝利トロフィーが授与されます。この試合に勝ちましたリードイフォートエールズのキャプテン山下がその栄誉に授かります。勝利しました。リードエフォートエールズに大きな拍手をお願いいたします。リードエフォートエールズに今一度大きな拍手をお願いいたします。続きまして MIP 賞の発表です。続きましては MIP の発表です。日韓親善試合 MIP はランニングバック37番リュ・ホサン選手です。 Most important player MIP is Seoul Vikings 37 リュ・ホサン。五十嵐様より MIP 賞が授与されます。Congratulations. MIP 賞リュ・ホサン選手に今一度大きな拍手をお願いいたします。それでは最後にこの大会の MVP 賞を発表いたします。 WBP プレゼンツグループプレゼンツ日韓交流戦 MVP はリードヒョータエールズランニングバック34番八木隆選手です。 MVP is Lead Hotels Running Back 34 八木。 MVP は Lead Hotels の34番ランニングバックの八木が選ばれました。八木選手おめでとうございます。今一度大きな拍手をお願いいたします。プレゼンテーター五十嵐様どうもありがとうございました。 WPP 社長五十嵐様ありがとうございました。これをもちまして WPP プレゼングループプレゼンツ日韓親善試合国際交流戦リードヒョータエールズ対ソウルバイキングスの試合を終了いたします。
激戦を戦い抜いた両チームの選手に今一度温かい拍手をお願いいたします。本日は最後までご観戦いただき誠にありがとうございます。両チームの選手、スタッフ、これをもちまして記念写真を行いますので、インターナショナルフレンドリーマッチ国際交流戦リーロイホーとエルス対ソウバイキングスのその一戦はこれをもちまして終了という形になります。両チーム素晴らしい戦いをどうもありがとうございました。両チームまさにその交流戦の名にふさわしい非常に信仰深い今観覧の場が持たれております。両チーム交えましての記念撮影が間もなく行われようとしています。双方ともこの秋が楽しみな素晴らしい一戦でした。ナイスゲームでした。かつてこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながらそこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのは愚鈍だが心優しい巨漢と、目的のために犯罪するは厭わぬ悪漢という2人の先輩でした。その2人を案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め、波の強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。お客様にお願いいたします。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえに劇的に世界が動き変わります。本当にありがとうございます。それは大学で名を轟かしたスタープレイヤーがもたらしてくるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至れなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。これによりまして、この開花開校の春を謳歌する2023年春シーズンは一旦終了する形になります。やがて彼らはその鍛錬研鑽の夏を越えまして、再び試練激闘の秋に挑みます。その果てにその本懐の地を手にすることができるのは果たしてどのような強者となるでしょうか。その光景を楽しみとしつつ、本日の配信は終わらせていただきます。皆様、長時間にわたるご視聴ご観戦大変ありがとうございました。この配信は各チームの申し出、そしてその会場を設置しました NFA 社会人アメリカンフットボール協会の許可を得まして実現させていただきました。その配信実施いたしましたのは私、道楽屋リサでした。機会ございましたらまたお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。